皆さんこんにちは、優しい内科医の山村そうです。皆さん映画館で何食べますか？今回検証するのは映画館の定番ポップコーンとこちらホットドッグです。まあ映画の最中ですね、あんまり音を立てずにこうポリポリ食べるポップコーンだったりホットドッグ、それぞれ食べ比べてみて、どちらが血糖値を上げないのか、はたまた両方上げてしまうのか検証してみたいと思います。今回も血糖値の検証には二の腕につけたフリースタイルリブレセンサーをスマホアプリフリースタイルリブレリンクで読み取って検証していきます。フリースタイルリブレで読み取った値は血糖値そのものではなく皮下の間質液のグルコース濃度ですが、この値は血糖値と非常によく相関するため、私の検証ではこの値を血糖値ということにしております。ご了承ください。フリースタイルリブレの使い方や装着方法については別の動画で解説しておりますので、使ってみたいなという方はぜひそちらもご覧ください。新着動画のご案内やイベントの情報、私の診療情報などは当チャンネル以外でもインスタグラム、X、公式 LINE アカウントでもご案内しておりますので、概要欄からそちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではポップコーンいただきます。食べる前の血糖値は89からスタートです。それではいただきます。1袋 60g です。お水と一緒にいただきます。うん、塩味が効いてますね。ポップコーン 60g 食べ終わりました。10分経ちました。血糖値は89です。20分経ちました。血糖値は97です。30分経ちました。血糖値は123です。149です。139です。147です。145です。136です。127です。それではホットドッグいただきます。食べる前の血糖値は97からスタートです。いただきます。美味しい。まあ、今回は映画館から買ってきたわけではなくて某喫茶店のホットドッグですが、非常に美味しいです。うん、美味しかったです。ホットドッグ食べ終わりました。10分経ちました。血糖値は98です。20分経ちました。血糖値は97です。30分経ちました。血糖値は124です。150です。158です。139です。134です。139です。126です。さて皆さん予想はいかがだったでしょうか。結果はと言いますと、まずポップコーンスタートの血糖値89からピーク40分時点で149、
その上昇幅60、結構上げましたね。そしてホットドッグ、こちらがスタートの血糖値97からピーク50分時点で158、その上昇幅61、こちらも結構上がりましたが、ポップコーン対ホットドッグほぼイーブン、同じぐらい血糖値を上げる結果となりました。炭水化物量をそれぞれ見てみると、ポップコーンの方が 35.8g で、ホットドッグの方が公式サイトで見てみると 36.0g、 まあ炭水化物量ほぼ一緒でした。ポップコーン結構あんな大きい袋で食べるの苦労しましたけど、あれで約 36g、 一方ホットドッグもまあパクパク食べて 36g。 パッと見炭水化物量わからないものですね。まあ実際映画館で食べるとしたら、ポップコーンって1時間とか2時間こうポリポリつまみながら食べるので、実際は今回一気に食べたみたいには血糖値急上昇しないかもしれません。一方でホットドッグはまあさすがに2時間限りで食べることはないと思いますんで、今日みたいな感じでパクパクって食べると血糖値スッと60ぐらい上げちゃうので、まああえて映画のタイミングで何か食べるとしたらポップコーンの方がいいんじゃないかなとは思います。まあ食べ応えも結構ありますしね。あとはホットドッグだったら一人で食べちゃいますが、ポップコーンね、二人とかでこうシェアして食べるので、まあ一人分の食べ過ぎは防げるかもしれません。なので今回の場合はポップコーンの方がおすすめかなという結論で、私からはおすすめしてみます。さて他に映画の時どんなものを食べますか？チュロスとかですね、あとまあ飲み物もいろいろあると思いますんで、食べ比べてみたい方はご自身でリブでつけてですね、検証してみてはいかがでしょうか。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が面白かったな、役に立ったなという方はぜひグッドボタン押していただけると嬉しいです。お見逃しのないようにチャンネル登録、通知音もお願いします。コメント欄もハートポチポチ押しながら読んでおりますとね、励みになりますので、ぜひコメントいただけると嬉しいです。新着動画のご案内や私の診療情報、イベントのご案内などはインスタグラム、X 公式 LINE アカウントでもご案内しておりますので、そちらのチェックもぜひ概要欄から登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。